はい、どうもさん、こんにちは、のうです。今回はですね、パイクーハンのパワー弱体化キラーユニット軸のデッキで、ゴッドリーグの方をですね、やってきました。まず今回のデッキの軸としては、こちらのですね、パワー弱体化キラーユニットですね、自分チーム全員のパワーが初期値よりマイナスになっていると、その仲間のパワーを初期値に戻し、さらに与えるダメージが永続で2倍になるという、はい、このユニットメンバーが悟空とベジータで、これ見る限り通常なんですけど、スーパードラゴンボールヒーローズになってからは、ユニットのメンバーがですね、ここに状態が書いてなかったらどの状態でも OK ということになったので、ここにブルーベジータなんですけどね、それでもユニットは、はい、打てるようになってます。超ユニット技だけが今のところですね、状態の指定がされているので、まあ、あちらもそのうち解除されるんですかね。ユニットメンバーの悟空がですね、分け合う戦術で、仲間の気力がピンチになっていると、その仲間の、気力を回復して、まあ、HP も500回復という、これは単純に5アス対策ですね。はい、このデッキで5アスをですね、1ラウンド目から切られてしまうと、ユニットは一応打てるんですけど、ちょっと次のラウンドで戦闘力が全然出せなくて、結局2ラウンド目でやられちゃうっていうケースが、はい、多いので、こちらを入れてます。はい、さらにカメハメハ持ちで、一応ゾンビデッキの対策にもなってますね。さらに言うと、パワー弱体化キラーユニット発動した後に、ダメージ2倍になるんですけど、このカメハメハのダメージも2倍になります。続いてベジータがゴッドを超えた王子で、ラウンド終了時そのラウンドの自分チームの受けたダメージ5000未満で自分のパワーと戦闘力が永続で3倍、気力が全回復する1回限りという、はい、1ラウンド目で5000以下のダメージということは、このセルゼノがですね、ベジータのアビリティを発動させるために、かなり生きてきますね。異次元のパーフェクトボディで1ラウンド目のみ気力ダメージを受けず、1000以上ダメージを受けないという、はい、受けても1000ですね。こちらはですね、固定ダメージが例えば5000ダメージとか、与えてきたとしてももうそう1000以上ダメージを受けないので、受ける例で言ったらゴッドメテオとか、ただゴッドメテオでも1500とかなので、1ラウンド目はもうほとんどの場合5000以上ダメージは、はい、受けません。なのでベジータのアビリティはほぼ確実に発動しつつ、気力全回復に加えて、5アス対策も、はい、できているので、2ラウンド目の戦闘力と、火力もね、出してくれます。そして1ラウンド目はですね、セルゼノを一人出しして、自分チーム全員他はですねサポートエリアに下げるので、まずサポートに下げた時に5アスのアビリティが、発動します。たしなめる海洋神でサポーターにすると、ラウンド終了時、敵チーム全員の気力を超ダウンし、敵チームのヒーローエナジーをマイナス3、1回限りですね。はい、これはね、敵に切られた時のめちゃめちゃ厄介なんですよね。この超ダウンしっていう気力回復量が、すっからかんまでダウンされちゃうんですよ。だからいくら気力が4本残ってたとしても、もう一気にごっそりゼロになるっていう。さらにエナジーマイナス3なので、例えばユニットで、2ラウンド目に戦闘力制限ユニットを使いたい時とかね、そういう時はもうほとんどの場合封じられちゃいますね。からの的確なアシストですね。はい、作戦決定時仲間アタッカーの気力を回復し、仲間サポーターの人数分自分チームのヒーローエナジーをアップする毎回。はい、今回の場合はですね、大神官はサポーターの人数に含まれないで、セルゼノを1人アタッカーにしているので、サポーター人数がヤムチャ、悟空、パイクーハン、ベジータ、ゴアスの5人、はい、なので5個上がります。で、敵チームに5アス切られたら、まあ、3個減るとしても、2個余るんですよ、エナジーが。で、2個余るっていうことは、こちらさっきのね、はい、パワー弱体化キラーユニットが、打てますね。なので、1ラウンド目に敵がホイを出してきたとして、こちらサポーター5人いるので、一気にね、パワーとガードが1万下がるんですけど、その場合でも、ユニットは一応打てるので、はい、ホイはとりあえず怖くないですね。で、1ラウンド目に敵もね、そんな弱体化キラーユニットを使ってくるっていうのは分かってると思うので、まずホイは出してこないと思うんですよ。で、2ラウンド目に、ホイとタンバリンをね出してきたとして、セルゼノをね、タンバリンを警戒して、まあ、巨大化させなかったとしても、パワーが自分のチーム全員当たったとしたら1万8000かな、はい、一気にダウンしちゃいますね。はい、これまたね、大神官がアタッカー人数に含まれないので、一応タンバリン対策に、ね、なってるんですよね。さらに大神官が自分チーム全員のアタッカーのパワープラス3万ですね、はい、これを2ラウンド目に発動させます。これによって、タンバリンで下がるパワーの分が、3万引く1万8000だとして、下がらないなパワーが1万2000、はい、残ってるというのような、まあ、状況になってます。これでユニットを打たなかったとしても、まあ、それなりには火力は出せるっていうのと、
ベジータがやっぱり火力源として結構優秀かな。で2ラウンド目に気力を 40% 回復するっていうアプリも使っているので一応気絶対策っていうのと、ベジータのこの戦闘力あの3倍が永続なので、まあ3ラウンド目の戦闘力もね、養えているというような感じです。はい、ヤムチャもアタッカー勢の気力を毎ラウンド回復してくれるので気力面は、かなり強くなってますね。まあいろいろ考え込まれているような、感じの、まあ、編成になっているので、早速こちらのデッキを使ったプレイ動画の方をどうぞ。さあ試合開始だ。あっという間に白目を向かせてやろうぜ。この番敵のアビリティ発動だ。バトルアップリのバトルアップリのラウンド1仲間のアビリティ発動だ。いいか、最初が肝心だぞ。目にもの見せてやれ。よし達成決定。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。なんだこの戦闘力は。嘘だろ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回る。敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。
ぶっ飛ばされないうちに、さよなら。ハメハメハモード突入。ラウンド3、巨大化モード突入。これで貴様たちも終わりだ。アルティメットユニットチャンス。リーダーをエリアに送る。この時期なかなかまだ飛ばないように戦ってくれよな。よし、作戦決定。敵のアビリティ発、敵のアビリティ発、リをつけ。仲間のアビリティ発、敵のアビリティ発、リをつけ。なんだこの戦闘力は。嘘だろ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。ボルンガドラゴンボールが全て揃ったぞ。受けてみよう。ファイナルフラッシュ。ぶっ飛ばされないうちに、さよなら。おたつ見送った。やるじゃないか。ぶっ飛ばされないうちに、さよなら。勝利だったぜ。俺も負けてられないな。満足されましたか。これが今回のスコアだ。ポルンガスーパードラゴンボールを7個ゲットだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ランクインしたぞ。